2007年ジョルジュ・サンピエールは、カナダの男性元総合格闘家。フランス系カナダ人。ケベック州、サンティジドール出身。ケベック州モントリオール在住。トリスタージム、ジャクソンズ MMA 所属。元 UFC 世界ミドル級王者。元 UFC 世界ウェルター級王者。UFC 史上4人目の2階級制覇王者。UFC 殿堂入り。 ジョルジュ・サンピエールとも表記される。名前の頭文字を取って GSP と呼ばれる。打、投げ、曲のすべてが揃ったコンプリートファイターであり、MMA として完成された穴のないファイトスタイルでジョン・ジョーンズと並んで歴代パウンド・フォーパウンド最強と称される。その実力とともに端正なルックスと紳士的な性格から母国カナダでは国民的な人気を誇り、 カナダ国外でも高い人気を誇る。治安の悪い町、サンティジ通りに生まれ、幼い頃は、学校でいじめに愛子遣いや服を盗まれていた。護身のために7歳の時に、極真空手を学び始め、空手の先生が死去した後、ブラジリアン柔術、ボクシング、レスリングなど様々な格闘技を学んだ。プロ総合格闘家になる前は、モントリオールのクラブで、 警備の仕事やゴミ回収業者をしていた。2002年1月25日、プロデビュー戦となった UCC7 でアイバンメンジバーと対戦し、パウンドで1ティコ勝ちを収めた。2002年6月15日、UCC10 のカナダウェルター級タイトルマッチでジャスティン・ブルックマンと対戦し、腕ひしぎ十字固めで 1R1 本勝ちを収め、王座獲得に成功した。 2002年10月11日、UCC11 のカナダウェルター級タイトルマッチで、トラビス・ガルブレースと対戦。サイドポジションから、相手の後頭部をマットに叩きつけ、肘打ちで1ティコ勝ち。初防衛に成功した。2004年2004年1月31日、UFC 初参戦となった UFC46 で、カロパリジャンと対戦し、3から0の判定勝ち。 UFC デビュー戦を白星で飾った。同年6月19日、UFC48 で J、J. ヒエロンと対戦し、パウンドで1チコ勝ち。2004年10月22日、UFC50 の UFC 世界ウェルター級王座決定戦で、元 UFC 世界ウェルター級王者マットヒューズと対戦し、1R 終了と、ほぼ同時に腕ひしぎ十字固めで一本負け。 王座獲得に失敗し、キャリア初黒星を起死した。2005年2005年4月16日、UFC52 で、ジェイソン・メーヘム・ミラーと対戦し、3から0の判定勝ち。UFC に出場し続けたため TKO、カナダ・ウェルター級王座を剥奪された。2005年8月20日、UFC54 で、フランク・トリックと対戦し、 リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち。同年11月19日、UFC56 で後に、UFC 世界ライト級王者となる、ショーン・シャークと対戦し、パウンドでニッキコが地を収めた。2006年2006年3月4日の UFC58 では、ウェルター級王座挑戦者決定戦で、元 UFC 世界ウェルター級王者、BJ ペンと対戦し、 激闘の末に2から1の判定勝ちを収めた。2006年9月23日の UFC63 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで王者マット・ヒューズに挑戦予定だったが自身の負傷により欠場した。2006年11月18日、UFC65 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで王者マット・ヒューズに挑戦。タックルを完封して、 打撃で圧倒し、最後は、左ハイキックからパウンドでニッキコが地を収め、王座獲得に成功。約2年越しのリベンジを果たし、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2007年2007年4月7日、UFC69 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、ザ・アルティメットファイターシーズン4優勝者のマットセラと対戦。試合前のオッズでは、サンピエールが、 圧倒的有利とされていたが、試合では 1R 早々にセラのパンチでぐらつき、そのまま追い打ちのパンチでダウンを奪われ追撃のパウンドで TK を負け、初防衛に失敗し、王座から陥落した。この試合は UFC 史上最大の番狂わせの一つと言われている。2007年8月25日、UFC74 で女子コスチェックと対戦し、 3から0の判定勝ち。大方の予想では NCWA レスリング王者のコスチェックがレスリングでサンピエールを上回るとされていたが試合ではサンピエールがテイクダウンを奪うとともにコスチェックのテイクダウンを防ぐなどレスリングの攻防で圧倒した。2007年12月29日 UFC79 でマットヒューズと対戦予定だった王者マットセラが 負傷欠場したことで大役として出場し、UFC 世界ウェルター級暫定王座決定戦で、マット・ヒューズとラバーマッチを行う。序盤にクリンチワークからの大外刈りで、ヒューズからテイクダウンを取り主導権を握ると、終始一方的に攻め、ヒューズのテイクダウンを全て防ぐなどほとんど何もさせない、まま、最後は腕ひしに十字固めで 2R 一本勝ちを収め、 暫定王座獲得に成功。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年2008年4月19日、UFC83 の UFC 世界ウェルター級、王座統一戦で、正規王者、マット・セラと再戦。試合開始早々にテイクダウンを奪うと、グラウンドで終始優位なポジショニングを維持しながら、パウンドでほぼ一方的にセラを攻め立て、 最後はグラウンドでのボディへの膝蹴り連打でセラを繊維喪失に追い込みにきこがち。王座統一に成功し、約1年越しのリベンジを果たした。2008年8月9日、UFC87 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のジョン・フィッチと対戦。1R にパンチ連打、3R に右フック、右膝蹴りと合計3度のダウンを奪い、 テイクダウンも7度奪うなど、終始フィッチを圧倒し、3から0の 5R 判定勝ち。王座の初防衛に成功し、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年9月、ブラジリアン充実黒帯をブルーノ・フェルナンデスから授与された。2009年2009年1月31日、UFC94 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで1階級下の UFC ライト級、 王者、BJ ペンと再戦。正規の一戦、MMA のパウンド・フォー・パウンド最強王者決定戦、と評されたこの試合では得意のテイクダウン技術で終始、優位なポジショニングをとり、パウンドのレンダーにより、ダメージを蓄積させ、4R 終了時にコーナーストップで TKO 勝ちを、収め2度目の王座防衛に成功した。2009年7月11日、 UFC100 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のチアゴ・アウベスト対戦。合計10度のテイクダウンを奪い、グラウンドで終始圧倒し続けて3から0の5、R 判定勝ち。3度目の王座防衛に成功した。2009年12月28日、スポーツイラストレーテッドのファイターオブザイヤーを受賞した。2010年2010年3月27日、 UFC111 の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチで挑戦者のダン・ハーディーと対戦。テイクダウンとグラウンドで圧倒し、腕ひしに十字固めや木村ロックを極めかけるなど終始ハーディーの持ち味を潰して3から0の後、R 判定勝ち、4度目の大座防衛に成功した。2010年9月から放送されたリアリティ番組ザ・アルティメットファイター12で、 相手チームの女子コスチェックと共にコーチを務めた。12月11日、UFC124 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで挑戦者のコスチェックと、約3年3ヶ月ぶりに再戦し、再三にわたる鋭いジャブで、コスチェックの右目を腫れ上がらせ、手数とテイクダウンの数で、圧倒的な差をつけて3から0の 5R 判定勝ち。5度目の大座防衛に成功した。 この試合は、ファイト・オブ・ザ・ナイトに選出された。2011年2011年4月30日、地元モントリオールにて、UFC 史上3番目の観客動員記録となった、UFC129 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、元ストライクフォース世界ミドル級王者の挑戦者、ジェイク・シールズと対戦。 全局面で試合をコントロールし続けて3から0の5、R 判定勝ち。6度目の王座防衛に成功し、マット・ヒューズの持っていた UFC 最多連続防衛記録を更新した。2012年2012年2月4日の UFC143 で、元ストライクフォース世界ウェルター級王者のニック・ディアスとタイトルマッチを行う予定であったが、2011年12月7日、 右膝の全十字人体を損傷し、欠場することが発表された。10月29日の UFC137 でも、試合をする予定であったが、同じく膝の怪我で欠場している。2012年11月17日、UFC154 の UFC 世界ウェルター級、王座統一戦で、暫定王者、カーロス・コンディットと対戦。サガールに、 左ハイキックでダウンを奪われるものの、試合全体としては終始圧倒し続け、グラウンドでの肘打ちでコンディットを大流血させて、3から0の 5R 判定勝ち。王座統一に成功し、ファイトオブザナイトを受賞した。2013年2013年3月16日、UFC158 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで以前から、 たびたび挑発されてきた元ストライクフォス、世界ウェルター級王者で、ウェルター級ランキング3位の挑戦者、ニック・ディアスと対戦。合計9度のテイクダウンを奪い、スタンドでは手数という高打で上回り、グラウンドでも優位なポジショニングを維持し続けるなど、終始ディアスを圧倒し続けて3から0の後、R 判定勝ち。8度目の王座防衛に成功した。 2013年11月16日 UFC167 でウェルター級ランキング1位の挑戦者ジョニー・ヘンドリックスと対戦。ヘンドリックスのパワフルな強打とテイクダウンに苦戦を強いられたが数度テイクダウンを奪いて企画に打撃を当てるなど対抗し2から1の 5R 判定勝ち。9度目の王座防衛に成功しファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 試合後のインタビューでは、休養を示唆する発言をした。2013年12月13日、記者会見を開き、ウェルター級王座の返上と休養を表明。いつか必ず戻ってくると語った。後に、休養の理由の一つに脅迫性障害であったことを、挙げている。2014年2014年3月27日、復帰に向けてトレーニングをしていた最中に今度は、 左膝の全十字人体を損傷したことを発表。2017年2017年2月15日、復帰戦を行うことで UFC と合意。2017年7月8日の UFC213 で、マイケル・ビスピンと対戦することになっていたが、サンピエールが目を負傷してしばらく試合を行えなくなったことで、2017年5月11日に、 ビスピンとの試合が中止になったことが UFC より発表される。その後 UFC はウェルター級王者対ロンウッドリーとの試合を計画するもウッドリーの手堅い試合内容とビスピンの対戦相手に予定していたミドル級暫定王者ロバート・ウィテカーが負傷して2018年1月頃まで試合を行えなくなったことで UFC はサンピエールとビスピンとの対戦を決定した。 2017年11月4日、約4年ぶりの復帰戦となった UFC217 の UFC 世界ミドル級、タイトルマッチで王者マイケル・ウィスピンに挑戦。サガールに左フックでダウンを奪い、リアネーキドチョークで見込み一本勝ちを収め、パフォーマンスオブザナイトを受賞。ウェルター級に続いてミドル級の王座獲得に成功し、ランディクー・トゥア、BJ ペン。 コナーマクレガーに次いで UFC 史上4人目となる2階級制覇を達成した。この試合でサンピエールは PPV ボーナスやスポンサーフィーを含まないファイトマネーのみで250万ドルを稼いだ。また、この勝利でサンピエールはカナダ首相のジャスティン・トルドーから祝福を受けている。2017年12月7日難病に指定される。 海洋生大腸炎を発症したためミドル級王座を返上した。2018年2018年4月7日の UFC223 で勝利し、UFC 世界ライト級王座を獲得したハビブ、ヌルマゴメドフが挑戦を表明するも、サンピエールは療養中であるとして、これを辞退した。2018年8月、年内に予定している復帰戦で階級をライト級に下げ、 UFC229 で試合が組まれているハビブ、ヌルマゴメドフとコナー・マクレガーの勝者と対戦したい、意向を表明した。2018年12月13日、海洋性大腸炎から完全に回復したことを発表するも、試合に復帰するかは決めていないとした。2019年2019年2月21日、地元モントリオールで記者会見を行い、 総合格闘技からの引退を発表した。テイクダウン、寝技、打撃、すべてにおいて、ハイレベルで、それらの技術を総合格闘技仕様にうまく融合させ使うセンスも、結出しており、あらゆる局面において強さを見せ、その完成度の高さから、総合格闘技の歴史を10年早めたと評される。打撃系格闘技の極真空手出身でありながら、 オリンピックにレスリングでの出場を目指そうとしたほど優れたレスリング技術を持ち UFC 歴代最多のテイクダウンダッシュ数を誇る。またテイクダウンの成功率でもサンピエールと並びパウンドフォーパウンド最強と称されるジョン・ジョーンズで47%オリンピックにも出場したレスリング出身のダニエルコーミエで47% UFC 史上最高のグラップラーと目されている、ハビブヌルマゴメドフで45%と同じような数字が並ぶ中、サンピエールは74%と驚異的なテイクダウン成功率を誇る。ありがとうございます。